コンビニ皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。本日83回目の放送となります。1時間どうぞお付き合いください。さて、関東の首都圏エリアは 3件言言った方ががいいんですかね緊急事態宣言が延長されております21日までの延長ということなので、まあ、これがどうなっていくのかっていうのは何ともこの後の延長になるのかそれとも解除になるのかというところで、まあ、また議論が沸き起こりそうな感じなんですけども。 うん、人の流れは確かに飲食店とかまあ、今朝もカラオケボックスの特集がありましたけどそのカラオケ店を運営する人たちの苦悩といいますかまあ、そういったところがねやっぱりすごく浮き彫りになってきてるなっていう感じがいたしますまあ、確かに我慢をするっていうことはとても大事なんですけど一人一人がそれを意識して行動しないと 1>, 1人が頑張ってももう1人が頑張らなかったら結局その頑張らないっていうところからいろんなほころびが出てくるっていうこともありますよね。まあ、とはいえ私もどちらかというと外出は最近また増えてきている方なのでもう本当に気をつけていかないといけないなっていうことを強く実感しております、まあ、みんなで対策をとってみんなで乗り越えていくっていう力がとても重要なんじゃないかなと思います。 ぜひぜひあと少しですので皆さん一生懸命頑張っていらっしゃるところと思いますがあともう少し一緒に頑張っていきましょうということでこのウィークリーコンビニラジオはコンビニ業界に関わる方やコンビニが好きな方があなるほど役に立つなと聞いていただいてそういうふうに思っていただける情報をお届けする番組です皆様からのご意見ご感想ご要望をお待ちしております FM 技能案のメールアドレスは 7 9 7 f m g n o ンドッ c o m もしくは私コンビニシャローし安さやかのツイッターを検索フォローいただきそちらの DM からメッセージを送っていただきますかもしくは私の会社コンクリ株式会社のお問い合わせ欄からお問い合わせいただけますと大変嬉しく思いますダイレクトに確認できるのはその2つの手法ですので ぜひお寄せいただければ双方向の番組にもっともっとしていけるなと考えておりますよろしくお願いいたしますこの番組は三方よしの未来で見える未来店舗支援システムキズナアルファでおなじみ株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたしますさて今日はゲストの方をお招きしております、まあ、別で対談を収録しているんですが今回は株式会社パラダイムシフト の代表取締役でいいらっしゃいます高須英二さんをゲストにおお迎えしております高須さんは私の中でも本当に尊敬する方のお一人でいらっしゃって、まあ、主に出会ったのは BNI という異業種マーケティング組織団体の大阪の地域の,、まあ、のオーナーさんを、ね、していらっしゃる方なんですけど、まあ、この BNI という組織もフランチャイズでやっていて。 本当にコンビニのノウハウを提供してでそのノウハウを加盟した人は使って売り上げを上げていくっていう手法はとても似ているところがあります私もどちらかというとそれは加盟をして使っている側に立っているんですけどもその経営をされている高須さんにギブの成功方程式ということをテーマにお話をお聞きしておりますとても面白くかつとても聡明な方でいらっしゃって もう本当にビジネスオーナーとしての目標を私が目指したい目標になる方なのでぜひ楽しんで頂ければと思いますそれでは CM の後に早速対談をお届けいたしますのでお楽しみにコンビニ社労士ギャス通夜の「ウィークリーコンビニラジオ」 人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです苦しんでいる人悩んでいる人一度訪れてみてください沖縄ベタニアチャージ交通量が多い字幕付きの映像で目に留まる 浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんかお問い合わせは045-670-7640ぐすくまタウンビジョンまで。 ギノアンヒルズ通り究デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい「ギノあンの楽しみ方がきっと見つかる「ギノあンヒルズ通り」ステ間マドゥから伊佐交差点へとつながる坂道「ギノあンヒルズ通り」に遊びに来てねあなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたい そんな願いを叶えます電話番号は安心・事前のご相談は葬儀社進化へ「ムービン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 引っ越しするならムービング・ムービンムービンムービン県内・県外・ムービンお部屋の片付け荷物の預かりムービン沖縄引っ越しセンター」「012049-7755」

はいそれでは本日はゲストをお招きしております株式会社パラダイムシフト代表取締役の高須英二さんです高須さんこんばんははいこんばんはよろしくお願いしますこちらこそ私の名前は高須,ー高須クリニックではございません高須英二と申します <laughs> よろしくお願いします <laughs> よろしくお願いしますいきなりすごいですね、いい,い,い登場ですね。ありがとうございます <laughs> いや今日はですね、私、すごく緊張してます。というのも、高須さんってすごい方なんですよ。いいえなので、ちょっとご紹介をしたいなと思うんですけど、私が紹介するとですね、なんかすごく申し訳ないような気持ちになるので、高橋さんからぜひ自己紹介をしていただくことは可能ですかそうですか それじゃあの簡単にあの見た目から申し上げると、は、えー、げてます。で、顎顎に、えー、白髪のひげがあります。はい、え口ひげは黒いんですけども、顎ごひげは真っ白で、はい年の頃ですね、50ちょっと過ぎたところなんですけども、まあ皆さんはですね、もっと年いってんちゃうかとよく言われますけども、あの元銀行員をしておりまして。はい、はい でも、背広くてはヤクザみたいな格好だったんじゃないかななんて、今から思うとね、思います。まあ、人生を、まあ、社長になりたいなということでですね、はいえー、たくさんの社長に会える、これは銀行で勉強するしかないなということで、5年間ほど銀行に行って、それから起業をして、まあ、今ですね、BNI といわれる、まあ、リファーラル組織を展開するですね、まあ、フランチャイズのオーナーを大阪の方でやらせていただいております。 こんな自己紹介でよろしかったでしょうかありがとうございますもう私ちょっと今笑いがですね最初から止まらなくて本当にごめんなさい失礼いたしましたれ笑えてくれてましたね<笑>,笑いを笑っちゃうとちょっと,とせっかくの自己紹介が消えてしまうと思って必死こいて笑いを止めてたんですけど <laughs> のっけから外見をお話しくださってありがとうございますいや<が>内面は内面はね はい、このトークで掴んでいただければいいかななんて思いながら、な,かなかラジオですもんね。そうなんです。ね伝わらないから、うんまあ<う>雰囲気的に言うとですね、あの明治のカールカールおじさんみたいなあんな感じの顔してるから、はい。確かに似てる。リアル知ってるヤスさんからしてみたら似てるでしょ。似てます。いやあのちょっとカールおじさんの話が最初できたのでお話しすると。 高須さんの事務所に、この前お邪魔させていただいたんですよね。ねはい、はい、そしたら、カールおじさんのぬいぐるみが置いてあって。はい。似てました、はい。そうなんです。え、これ高須さんだったのかなと思いました、私。ね、髪の毛があれもね、帽子取ると、ない、ないおじさんになりますけどね。いやいや,いやいや。実はね、その、えー、カールく、系チャンネルっていうことで。はい。実は、あの、ユーチューブデビューしようかなと思いながら、今ですね、準備中。<お>準備中ということなんですけど。はい。 チャンネル、あのいずれまあ春ぐらいから、もう春ですけど、5月過ぎぐらいからやっていこうかななんてことで、今準備してるんですけど、はいその中に安さんの声をね、はい安さんにも声で出演してもらおうということでね。あ,ありがとうございました。いえ、こちらこそ、なんかすごく新鮮な気持ちであれ収録させていただいて、はい、いつもの声じゃない 無謀なオーダーにもお答えいただいて <laughs> なんかみたいな感じでねやってもらになりましたけどいやーありがとうございました本当になんか弱い41にしてですねなんかちょっと声優デビューを果たしたような気がしてすごく嬉しいんですよ、はい、<laughs> ありがとうございます <laughs> まあ、ね、経営といえば結構むず小難しくね語る人がやっぱり多いんですけど、うん、まあね自分をこう営むみたいな部分で言えばね、まあ、自分をしっかり愛して、はいね、自分らしくこう 世界を作っていくっていう意味でですね、軽く、ね、お話をしていこうと、すべての人が経営者になっていったら、まあ、世の中も変わるかななんていうところの、ね、メッセージを持ちながらちょっと発信していこうかななんて思ってまして、はいあの、顔はある意味ちょっと喋ってないと怖い感じなんですけどね、<笑>,笑いながら喋ってるとあの、軽いおじさんみたいなね、軽わるおじさんみたいな感じなん <laughs>、まああので、明治さんに怒られない程度に。 キャラクター使いたいなと思ってますいやあ素敵いやむしろなんかあれじゃないですか明治さんにすごい喜ばれるんじゃないかなって思うくらい、ね、私が今住んでるあの大阪の高槻ってね明治製菓の大きい工場があるんではい地域貢献にもなるかななんて思いながいら<ー>、はい、すごいそうですねいやすごい楽しみです まあ、あの本当、今、YouTube チャンネルのお話もしてくださったんですけど、うん、カールク系チャンネルって検索していただくと、これから少しずつ動画が上がっていく予定ということで、5月頃ですか、スタートが。ねはい、はい、今覚えております、はい、ちなみに、この最初にまずお話をちょっと掘り下げたいカールク系チャンネルっていうのは、どういう方をターゲットにされているチャンネルになりますか。そうですねあの 実際リアルはですね、私は今、財務の経営コンサルね、ねパラダイムシフトコンサルということで、まあ、そこそこの会社さんの経営者さんとあの一緒にビジネスでね、貢献させてもらってるんですが、はい、この YouTube チャンネルのターゲットはですね、まあ、普通に今までこう家庭でね、子育てし終わった主婦の方とか、またサラリーマンなんですけど、はい、まあ もっと自分の可能性にチャレンジしたいなみたいなところで一歩踏み出すことがまだできてないようなそんな方々に向けてこう勇気を与えられるまたはスキルというかねあの単なる,や,る方やり方だけじゃなくてプロセスをちゃんと明確にしてちゃんと結果が出るように、まあ、導いていけるようなそんなようなチャンネルにしたいなとですからあの経営でバリバリやってる人向けではないそんな方々 のためのね、はい、学びのチャンネルできたらなと。というよりはふざけながらやろうかなと思ってます。<laughs> ふざけながら、いやー、見ながら、はい、楽しみながらですね。いや、まさにたかしさんならではのチャンネルになりそうだなっていう私もすごく楽しみにしてます。そうなんですね。マーケティングしてみるとね、その真面目に、えー、提供されている経営の話ってたくさんあるんですけど、はい、柔らかくね、分かりやすくやられてる方。 あまり少ないみたやっぱりなんかその経営ってすごく難しく思う人も多いですしでまた今難しく喋る人が多いって言ってたのはそれを簡単に話しできる人が本当にまず少ない、うん、なんかしようとするっていうよりもそもそもできる人自体が少ないんじゃないかなって私は思っていたんですが、うん、まそれを本当に優しく丁寧丁寧というか、まあ、楽しく、うん、あの前向きに お伝えくださる予定ということで、そうですね。まあ個人事業でね一人でやる場合だったらそんなスキルとかね学びっていらないと思うんですけど、まあ、経営って結局何人かの人とね仲良くねあのまあ、幼稚園生がこう楽しくね毎日こうあの有意義に過ごすようなイメージなんですよ簡単に言うとね。わかりやすい。喧嘩はダメだよってまあね楽しくやろうねごめんねごめんね,めんねつってみんなあの。 何時かなあの勇気づき合いながらですね楽しみながら一日過ごすみたいなそんな毎日を過ごしてったらなんかいいものできちゃったよみたいなね。うん、という感じでみんな一日一日を自分らしく自分がやれることを精一杯やるってでそのチームができていければ、ねうんうん、いいつながりができるじゃないですか。ですね、まあ。だけどここううね今まではこう うん、成長成長っつってねこう変に戦略を持ってとか言ってやってきてるんじゃないかなと思ってね、うんはあそうなんですよまさにそうなんですよ結構それで難しく考えてしまう人ってすごく多いなと思うし私自身も結構難しく考えちゃってました、うん、で,でも今のその幼稚園の幼稚園児でみんなで楽しくワイワイやってたらいいものできたっていう例えがすごくいいなと思って今聞いてました。 小、ね、難しくこねくり回そう思ったらいくらでもねやれますけどもまあシンプルなんじゃないかなと一緒にいて楽しくて、ね、何かちゃんと積み上がってればあの社会にちゃんと価値が還元できるだろうし、まあ、自己満足でねやっちゃうとね問題なんだろうけどまあちゃんとその,、はい、あの多くの人が求めてるもので貢献できるように楽しくやってればちゃんとした経営が実際振り返ってみたらできてるみたいなね。 主婦の方なんかはね、本当に、なんていうんですかねその、育児ってまさに人を育てるって、まあ、経営そのものだからね、育って、ね、それぞれの人生を後押ししていくわけなんですよ、まあ、ある意味、主婦がもっとこの、なんていうの、まあ、一般的に言う経営者マインド、もと、はい、はね、まあ、今までの会社の在り方なんかも変わってくんちゃうかなと思っててね。 うん。ですから、そういった方々をですね、そのパラダイムシフトさせたいなとな思いながら。<お>まあ、そんなチャンネルを軽くやってみようかなと。思ってます<ひ> <laughs> すごい。楽しみにしております。じゃ、はい、ぜひ軽く系チャンネルでね、検索していただくと、これから。動画が上がってくると思います。私も楽しみにしてます。<laughs> でもそ,んなにそんなに期待しないでね。<laughs> <laughs> はいということで、ぜひあのタカさんのチャンネルも楽しみにしたいところなんですが、まあ、実は高さん、本を出されてますよね。はい、はいはい、このタイトルが、令和時代を勝ち抜くリーダーが実践するギブの成功方程式というタイトルで出されてます長,い長いタイトルなんです。けどね、うん、あでもすごくすっきりして、なんか一番伝えたいのって、このギブの。 成功方程式ですよね。はい、はいはい、これについてちょっと掘り下げてみたいなと思います。ありがとうございます。はい。これご出版がいつ頃でしたっけ？去年の1月なんですね。本当は2019年度中に出したかったなと思ってね。はいはい。というのはまあ当社の設立がちょうど2009年からスタートしたので、<あ>一つ10年間のね、はい、まあ記録というか証というか、うん成長のまあ一つの あのなんて言うかなピリオドとしてどんなことやってきたのかみたいなのを、ね、ま,とめたまとめたいなということで、はい、は書き始めたんです自分で。そうだったんですね。そうなまあ、でもその自分の,、ね、この言語能力のなさに直面してですね <laughs> 難しく書きすぎるしあ<ー>一回私が書いた原稿を、ね、プロの人にお見せしたら高須さんこれ。 3冊ぐらい書けますよってて言われておお大長編いろ,んいろんなことをね書くより一つに絞って最初は、ね、ギブでいきましょうということで出版のアドバイザーの方から言われましてねそれにフォーカスしていろいろご尽力いただいて出したんですけど、はいはい、19年度中じゃなくて、えー、2000年の1月に皆様のご協力を得て出すことができました。 あーすごい。<だ>そういうことだったのそうなんです。で、ちょうどなんていうんですかね、コロナに真っただ中入って、出版記念パーティーも <laughs> 予定してましたけど、せずっていう感じで <laughs>、でも、であのね、あの水りまでとりあえず行ってる感じなんで、ご<あ>ちょこちゃごちゃごちゃごちご好評を得ていただけてるのかなみたいな感じなんですけど。<laughs> すごいです、水釣り行ったんですね。 いやいやこれもね本当にまあ、うん、誰もがね大事にしてる考え方だと思うんですよね与えるっていうはいこれまさに本当に起業家はもちろんなんですけどそうではない方も含めてやっぱりそのギブっていうことの大切さを教えてくれている一冊だなって私は感じたんですけど、はい、一番本当にこれたくさんお伝えしたいところはあるんですけれども何、うん、でしょうねまず あの私が「おっ!」て思うのはマネジメントとリーダーシップが全く違うんだよっていうこの一文がままず響きましたうあーどうしてもねやらなきゃいけないのはこうセルフマネジメントであって人をマネジメントするのじゃなくて、はい、人に対してはこうリーダーとしてのね義務を実践する、はい、リーダーシップを発揮していく、うん、これがやっぱり大事なんじゃないかなと思うんですけども なんか経営者になるとね、えー、社長と従業員みたいなことで、ね、なんかマネージメントに入っちゃうみたいな、ね、人が多いんじゃないかなっやっぱりリーダーシップを発揮していくことが大事なんじゃないかなって,言ってね最初に書いていて、あとはそのリーダーとしてプロ,プロフェッショナルなリーダー、うんうん、アマチュアのリーダーではなくてプロとしてのリーダーシップ、うん、これが大事なんじゃないかなっていうことも書かせてます,です書かせてもらってます。はい まあ、プロってどんな定義なのかなって、まあ自ら自分でねあのじ、自己成長できる、高い目標を自分で設定できるとかね、まあ、計画を立てて人を巻き込めるっていうんですかね、で、成果に対する正しい努力を怠らないとかね、うんまあ、いろんなキーワードを書かせてもらってるんですけど、はい、何よりもこう人を動機づける、勇気づける、ね、読みづける、巻き込める、そんな、うん、リーダーっていうんですかね。 先頭にも立つし、フォロワーとしてもリーダーシップ発揮できるような人がこう、たくさんの人の何だろう人生に影響を与えていけるんじゃないかなということで、まあ、プロのビジネスリーダーって何なのなんていうこともね、書かせてもらってます。これは本当に響く言葉だなって私も思っていまして、はい、なんかそれこそ、何でしょうね、これはもう本当、会社員の方であっても、このマインドってとっても重要だなってですおっしゃる。おっしゃるとおり。 はい、そうなんですよね。まあ誰か自分以外の人が出てくればですねどちらかがやっぱりリーダーシップを発揮することになるわけですね。うんはい、両方ともがその,あのリーダーシップを発揮しないと、まあ、交わりませんよね。しゃ喋るから聞く人がいるし、まあ、表裏一体っていうことの中において自分以外の人とあの、まあ、対峙したというか一緒にいる時にはね誰か両方ともリーダーシップ発揮できるわけです。 フォロワーとしてのリーダーシップね、うん、これがこう、愛入れるとこう、共感とかね、生まれるし、チームになっていくよねっていうことで、大事なポイントだと思いますね、リーダーシップを。そうですよね。やっぱこのマインド自体がもうすでにギブというか、その相手の方に対する、なんでしょうねこう、ギブ、ギブ、はい、もうギブの定義ってすごく広いような気はしてるんですけど。 まあその人たちに対して貢献をするっていう姿勢そのものなんじゃないかなって思ってます。あとは分かりやすい例えとしては、まあ、その次にもギブアンドテイクっていう話が出てきてますけどうん、うん、まさにこのギブアンドテイクって世の中にあふれかえってるじゃないですか。はい、でもそうではないんだよとギブアンドギブなんだっていう話をされているのもすごく気になっていて。 ちょっとこの辺りもなんか高須さんの思いを聞いてみたいなって思います。まあね神様が見てますよねって話ですよね。お<ー>ギブしてる姿勢をね。はい、うん、もちろん与えたらちゃんと見返りを期待して与える人もいるだろうけど、うんね、見返りとか関係なしに自分に持ってるものこれをどんどんギブしていくことが人に人に豊かさというか愛を伝えることになるから、はいまあこの,あの愛からくるギブはまあ とこしえにですね自分の中から出てくるものだから、はい、与えれば与えるほどこの愛が充満していくじゃないかなと思ってるわけですよ。でもみんなね欠乏マインドでね自分にはそんなもんないと思って、うん、自分を愛せない人なんかは何て言うのかなこうやっぱりテイクというかこれがでも自然ですよね。うん 相手に持ってて、例えば私、髪の毛ありませんけど、ね、<laughs> おまけ持ってる人、髪の毛がちゃんとある人にね、ああ、恨めし、い恨めしい、いその髪の毛欲しいってね、思ってるとね、はい、いい関係できないわけです。確かに。だから比較するんじゃなくて、自分は自分で、ね、自分のキャラクターでいいんじゃないってって、自分が自分を愛せって言ったら、うん、そこからねこう、関わり方変わるんですね、人に対する。あ捉え方の 違いってことなんですかね自分は足りないとかね、うん、あの人とあの人と比べたらまだまだだとかだからまずは与えれないです私ってこう謙遜したりね<ー>じゃなくてみんなそれぞれ個性があって、うんね、強みがあって持ってないもの与えれないから自分の中に資源をちゃんと見つけてね、はいうん、でそれは愛って言われるものなんで、うん、こうしっかりと うん、いろんな渡し方あると思いますけど関わり方ですよね、はいうん。それによって人が感じてくれたりして、ね、その人の人生も開けていったりするもので、うん、惜しみなく与えるってことは結構大事なんじゃないかなと思ってますあ素。いや敵いや神様を見てるから、うん、また誰かとまたひっつけてくれるっていうのかな。出会うべきタイミングで出会うべき人とちゃんと出会わさせてくれてるのはそういったギブをしてるから。 ななんてて思思ってもら、えー、なるほど愛を持って、はい、その人に対する本当のギブをしていくっていうことですねなんですね感謝の気持ちを伝えるとかそういったこともギブに入ってくるんですかねそうするとちょっとですよね、うんうん、具体的に言葉に出してね伝えるとうん、うん、ということですよね私もはい、ね、あの 離婚して結婚してるという人間なんですね。最初の、はい、あの、初めの時の奥さんとは本当にそこら辺ができなかったなって今から思ったね。へぇ。今は、今でこそいろいろ学びましたけど、当時は、ね、な、え、ん、ー、でそれやってくれへんねみたいなね。うん、うんもう。もう、まあ、テイク、テイク前提みたいなね。<laughs> うん、そうなんだ。あんなとこあったなと思ったね。でも、いてくれてありがとうっていうようなところでね、どんな。うん がができるんだろうかみたいな関係がね、うん、最初の若い頃はそれできなかったから、えー、まあそんなことこの赤本の中に義務、はいえー、の成功という意識の中に赤裸々に書かせていただいておりますけど確か8、まあ、を忍んで書いてますからこれああそう高橋さんの私もう今のこの高橋さんに出会ってるのでかつてそれが どちらかとというと欠乏マインドの塊だったっていうことが信じられないなと思いながら読んでましたこれギブしてるようでね、はい、ある意味テイクをしてたなと思いながらね<ー>これは成功しないし、うんうん、関係も悪くなってくるななんてそうですよね限界もすすすぐ訪れれちゃいいますよねそがごどうやって ギブの人になったのかっていうのは、多分、聞いている方も、周りの、まもしかしたら、高橋さんを知ってるよっていう方も。すごい気になるんじゃないかなって。まあ、で、ね、それ、話し出したらね。はい。三時間ぐらいかかるかな。<laughs> 今日はやめときましょう。わ <laughs> かりました。<laughs> <の>また、ぜひ。ギブの成功、はい、方程式をね。はい。ご覧いただくと、はい、ちょっと、そのあたりが分かってくるかなと思うんですけどね。あ確かにまあ、本当に、いろんな、あの、ことが起こりましてね、私もね。はい。 何、うん、かななん,なんて言ったらいいんでしょうね私もこの前ちょっと直接いろいろお話しさせていただく機会があって初めてそこでその元々のなんか経営されてた時のお話とか、まあ、今 BNI という異業種の,そのマーケティングのある意味団体ともいえる中ですごくその組織的に運営経営をされていることとかをたくさん聞けて。 なんかその高橋さんの本当に改めて懐のないう,う,う大きさというかさという、昔はは小さかったんです、昔は。これはね、いろんな出来事で、<ー>うん、本当に器を拡大させていただけるような、そういうさまざまな人との出会いとか、うん、出来事との出会いでね、広げることができてきたなって、まだまだなんですけどね。はいいやーすごい素敵なんか いやあの本当はリサの皆さん、あの先ほどからあの髪の毛がないとかっておっしゃってますけど、<laughs> うん、高須さん、めちゃめちゃダンディーで、いいすからねぜひ検索していただいたら、本とともに、はい、この素敵なお顔が、はい、おそらく写真で出てきますよね。そうですかね、僕、双子なんでね、<あ>高須英二で検索しててもらっ,てる、はい、そっか高須英二さんと弟さんでしたっけ、はい は,い、弟はシュンジって言いますけどごいそう<え>ふと双子って聞いた時もすごいびっくりしてえ、はい、そうなんだと思ってでも確かにちょっとあのフェイスブックだったかなはい、はい、お会を拝見する機会があってあ本当だ似てるいう<や>かそっくり男性ですからねすごいと思ってなんかワクワクしました、ね、日本で生まれてないでタイで生まれてるんですタイなんですね タイっていうのはどういうきっかけでタイになったんですか一応あの仕事の関係ですね<ー>、まあ。スーパーサラリーマンでね。はい、すごい。大手商社。はい、皆さんご存知な大手商社の海外駐在員ですね <laughs> で。タイで生まれてブラジルとアルゼンチンに15歳ぐらいまでいて。<laughs> まあ、今日本語喋れてますけど。 はい、日本に一時帰国した時は日本語喋れなくてね警察に捕まったこともありますしうわあの一緒にねた友達になってくれる人が俗に言うその不良の人たちばっかりだったんだよ<あ>と学校に行ってもね日本語が通じないから、うんうん、ちょっとこう何て言う今で 言えばいじめですよねいじめって言葉すらが分かんないからその時にねはいまあ日本の子供子供ってこんな遊び方するんだってな感じでちょっと嫌だなみたいな学校あったら早く家に帰る途中にですね公園があってねはいいつもこうむろしてる兄ちゃん姉ちゃんがいてそこ行くとねこうみんな温かく迎えてくれるんですよはい、で一緒に遊んでたら一緒にあのパトカーに乗ることになってえー、<laughs> 当時あの東中野警察署ってところにねはい 柔軟に一斉にパトカーに乗っけられて、あ後から、ね、思えば、うん、まあそういう不良の人たちと遊んでたってんですね、僕はね。あ、そうだったんですか。まあ、<う>いろんな話しだすとこれ、ラジオ終わっちゃいますよ。終わっちゃいますね。<laughs> <laughs> <laughs> いや、すごい、なんかいろんな。日本語喋れてるけど、はいまあ、頭の中でってもラテンですよね。へ<ー>あまりし,ないし へーすごいすごいいや、どこで日本語を覚えたんだろうと思いながら聞いてますねあの。うまくしゃべれているのかどうか分かりませんけど、二、ね、回目の今の奥さんから言わせると、はい、あのお葉が違うとかね、<laughs> あの国文学の方、ね、大学国文学の方でこういろいろ、はい、ざっくりとした表現なんですけども。はい <laughs> 教えていただいておりますし、はい、ああ、じゃあ、いろんな方にしるようなことがだんだん増えてきた中ではね、ちゃんと、はい、ちゃんと言葉を理解しておかないといけないな、なんて思いながらちょっと勉強はしてますけど、まあ、すごいまあもう日本に帰ってきて、日本の方が長いんでね、あ、はい、だこうだって言ってられないんで。<laughs> はい、<laughs> 確かに。いや、でも、すごい、すごいご経験をされたんだなっていうのは、今、なんか改めて思いました。うんなんか 父まだまだ親がですからそのブラ、アルゼンチンの時にそに大手商社の社長ですよね、現地法人の社長をしてて、実際問題、本当にいい生活を、ね、させていただいて、メイドさんが2、3人、ね、いるような感じの、まあ、<ー>そういうのところで、はい、私はね、双子の私、兄貴の私としては、絶対社長になろうと思ったんです。 あ同じようにね弟にも聞いてみたらいや社長にはなりたくないなと思ったって、ね、<ー>弟はスーパーサラリーマンしてますよ。あなるほど今でも今でもね社長になるというふうに決めて、まあ、小さい頃からですね就職活動を、ねうん、もうそうなんですけど社長とたくさん会える業種は銀行っていう話で。なるほど たくさんの社長をお会いしましたけど、まっぱりね、<laughs> うん、ピンキリで勉強させてもらって、うん、じゃあ、本当にこう、なんていうかな、こうリーダーシップを発揮していくということで、まあ、でも最初の起業というかね、最初の結婚、これがまさにあの自分のね、顔を押し通して、社、はい、長の娘をもらうのが一番近道だと思ってね。そういうことか。最悪でしょ で社長の,、ねのねまあ、銀行の時のお徳井さんが「高須君あんた見合いしたことあるか?」って言われたんで「ないです」と「恋愛しかしてないんです」って言ったら「あんた経験で見合いしときなさい」って言われて行、はい、ってですねまあでもそこでねあこの人いいなと思った方だったんですけど、うんうん、そこでまあ結婚していくっていう話なんですがやっぱり自分の中にねそういうよこしまな気持ちがやっぱりあったし傲慢さがあったし。うん 仕事はするわけなんですけどね。でもこの、はい、最初のね、ご家庭の人たちとこう、なんていうの、関係を本当には作れてなかったなっていうところで、はいまあ、結局、まあ、実の自分の父親が、ね、亡くなったときに、うん、いろんなことを私も考えて、はいで、まあ一旦婚姻関係を解消しようというところからですね、まあ、自分が作ったビジネスなんかも一旦まあ、手放しながら。はいで えー、東京は私の実家は横浜なんですけど、はい、横浜に戻ってと、えー、関東の事業ね、うん、どんなビジネスがあるのかななんていうことを模索しながら、うん、まあ財務コンサルを始めたみたいなそんな流れですね。そうだったんですね。起業して3年ぐらい経った時にに BA.9 と出会ったんですけどあはいあそうなんですか。そんな流れで、えーはい かねはいまあ、ある意味、チャレンジしながらそうですね、いや、すごい、そ,その長い、本当に深すぎてです、ね、なんかこれ、本当に一つ一つお伺いしたいんですけど、どぜひまた別の機会にいろいろとお話をお伺いしつつ、はい、でもその経緯といいますか、その流れがあって、まあ、今の高須さんに至ると。うん、そうですねはい でそこで掴んだものがもう本当にの意味での,、うん、その周りの方へのギブをしていくっていうことだったっていうことですね。ないものは与えられないわけですけど全て持ってるっていうセンスですよね。十分あって分け,分け与えれば与えるほどまた豊かに自分にもなってくるっていうね。あそっか 自分が持っているものっていうのは比較をすることがなければもう100%持ってるっていうでそれをその力を必要としている人に提供するっていうそういうことですね。分かすよあ深いだからじ、まあ、自分を見つめて自分の中に資源としての価値を見いだせれれば、はい、素敵だなと思って人はね。本当ですね うん。ああ、なんかその考え方を一人一人が本当の意味で持てるようになったら、うん、まあその会社、その地域、もしかしたら日本全体、あるいは世界全体がすごく活性化するなって今思っています。うん、はい、私もそれを信じてます。ああ素敵。え私もぜひそのお手伝いをさせていただきたくてですね。はい。これをもういつも カバンの中に入れてあ,ありがとうございますはいこの本かッことあるごとにこうパッてパッて開いたところを結構ねね。あ、ね、それいいと思いますねはい非常にすごくあの中身の濃ゆい一冊でそんなにあの厚みがあるわけではないんですけどね、本当に一人一人一人じゃない一つ一つの言葉が濃いので、ね、俺私はですね、うん、さらっと と読めそうでいや結構これ深いなと思って一つ一つ大切に読ませていただいてます。ありがとうございます。それは。こちらこそ。まあ、後半といいますか、そのえっと、一部の中のところでは BNI での実践の話なんかもたくさん出てくる。多くの人がね、はいあの、YouTube のセミナー聞いたり、本読んだり、知識としてはね。 頭に入れてらっしゃる方たくさんいらっしゃるんだけどその実践の場があるようでないんですよね。確かにないですね。でこの実践も練習の場があって実践する場があればなおいいなということで、まあ、BNI という一つの,あの団体はそういった機会を提供している団体ですからそれをこうもっともっとたくさんの人に知ってもらいたいなという思いもあってねこの本を書きました。BNI の人向けというよりは BNI 知らない方で。はい 可能性をこうね引き上げたいなというチャレンジしたいなっていうのは方々に読んでもらうとね、うん、まさにあの道しるべになるかななんて思いで <laughs> 私がやってきたさまざまな失敗談も含めて書いてますから <laughs> そういうことせんで <laughs> もいいよみたいなね話で <laughs>、うん、いやーこれは本当にそうですねなんかまあタさんのことを知れるしその失敗 こういうことをやるとやっぱり失敗しやすいっていう一つの何でしょう指標を示してくださってますしまあ何よりも本当のギブって何なのっていうところが具体的に書かれていてかつそれをリーダーとしてどう実践していくか自分がリーダーだったら人生のなんか主役というかリーダーシップを発揮するっていうところで言えばどんなふうにそれを生かしていけるかっていうところがよりイメージしやすいようになってるなって ねうん、はい思うのでさらにリーマンの方なんかにも読んでもらいたいなと思ってるねそうですよ確かに、うん、本んこれはぜひとも読んでいただきたい一冊ですお願いしますはい売れてないんでお願いします皆さんえそうなんですか困ってるんですなわけないねなわけないりまでいってるのに <laughs> い、ね、あの、はい、ね買って買ってっていうよりはまああの ぜひ、あの、手に取ってもらえれば。はい。いろんな要素が入ってます。はい。うん。ですね。もう本当に、あの、表紙も赤と青で、めちゃくちゃ目立つんで。で、タイトル黄色じゃないですか。もうすっごく目立つので、多分、こう、パッて見たら、本屋さんでも見えるし。はい、あとアマゾンとかでも。でね。ギブの方程式。アマゾンで。なんか。えー、電子書籍でしたっけ。 はい、あれでもなんか出てるらしくて。じゃあ読みやすいですね。うん、私とか結構こうページをめくる感覚が好きでついつい本当の本をゲットしちゃうことが多いんですけど、はい、伝書籍好きな方はその方が軽くシャーっとこう読めていけるかなと、うんうん、思いますね。いやでも本当になんかんでしょうねやり方さえ知っていればいいっていうものでもないですし。 何よりもやっぱり最初とかこの随所に出てくるマインドの部分どういうそのマインドで人に接していくのかっていうところとかお役に立っていくのかっていうところ、うん、でそこから自分自身のなんか何かんでしょうねアイデンティティというか自分自身のあり方を確立していくっていうところで本当にバイブルのような一冊なのでぜひ皆さん買って読んでくださいこ、うんなの言うてくれたら本当にありがとうございます <laughs> いや私がこの本にですね実はすごく助けられてるのであそうですかはい何でしたっけあのドラマの話泥沼ドラマの話、はいね、そうそうそう泥沼ドラマねそうそうそう困、はい、っちゃうんですよこの泥沼ドラマにみんなそう、ね、何,何だろうなっていう人はぜひ買ってほしいんですけど <laughs> 5つのね泥沼ドラマが書かれてるんですよね <laughs> そうなんですよ。はい。しがちですね。ほー<う>。人脈ありませんとかお金とか時間ありませんとかね。そう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 心のゆとりないとか。そう。ませ能力ありませんとかね。<laughs> なんかいろいろそういうドラマをね。<う>まあ、はい。ハマっちゃうんですけど。私もハマっちゃいます。すぐハマろうとしてしまうので、その時にこの本にもう一回立ち返るようにしてます。 素晴らしいどなたかもおっしゃってましたね。はまったことに気づかないからね。そこでいろいろもがかはるんだけど、やっぱり俯瞰してみるとかね。う,うんう自分が本当に、えー、求めてるのかと。求めて、求めて、求めたものに対して神様は与えないはずがない。ですね。 本当に心から求めてないから違うものが与えられるみたいなね。ああ<ー>、うん、そっか、まさに。求めよさらば与えられんってね。うん、探せそうすれば見出すだろう。門をたたけそうすれば開けてもらえるだろうというわけですよ。その子もね、聖書の句がみんな知らないんで、ここの本にも載せてるんですけどね。はい、うん。あなた方のうちで自分の子がパンを求めるのに、 石を与えるものがあろうか魚を求めてるのに蛇を与えるかと親であったらねそんなもの与えないでしょって神様を信じるってことは、まあ、自分を信じてるかどうかみたいなねいうとこなんですけどね、はい、自分の子供には良い贈り物をするということを知っているとすれば天にいるあなたの父はなおさら求めてくるものに良いものを与えくださらないことがあろうか 信じきれるかかかどうらね与えてね帰って帰ってくるんだったら与えれるみたいな人は多いと思うんですけど、はい、帰ってこないかもしれないけどね、うん、ちゃんと巡り巡って帰ってくるんだっていうことで思い切ってギブをね、うん、できると、まあ、それ神様が「おこいつはよう下のために動いとるな」つってね <laughs> ちゃんとこう。 私が、自分自身が本当に求めて必要なものがちゃんと与えられてる。うん、だからお金にしても時間にしても、もうこの時にしっかり行ってこいっつってね、うん。躊躇するとね、うん。お金も生き金にならないし、時間も適当に使っちゃうし、いろんなことをですね、本当に、あの、 体験でできるのが B かないかと思いますんで<お>実際ねそういったあの、まあ、人生の縮図がそこで見れるし、はい、たくさんの人とのねあの交わり合いがあるからまあ経営者としても磨かれるしみんなみ自分の中にはねダイヤモンドの原石の自分はねだからたくさんの人とこうすり合いながらね、うん、いろんな出来事を共有し合いながらまああの ちょっと一昔前はね個性の時代だって言ってましたけどこ、はい、れからはですねコミュニティの中における個の時代っていうかね、うん、大事にするこの人の集まりの中においてより個性が発揮できるようなそんな時代になってくるって僕は思ってて1、ね、一人、ね、一人じゃ生きていけないのが人気なんだけど、まあ、コミュニティもねこの情報化でね、うん、コミュニティの組成の仕方もだいぶ変わってきてますから。はい まあいろいろな近く殻変動が起こ,起こりながらですね、本当にこの2、3年の中で、はい、あの IT 技術も駆使しながらね、うん、本当に自分が自分らしくあれる、そんなコミュニティを大事にしながら、うん、やっていく必要があるなぁと思ってて、まあ、その中においてもね、うんまあ、b n a とか、私はあと倫理法人会とかね、同友会とか、いろんな <laughs> あの会にを届させてもらってますけど。うん、すごい はい、ごく大事だなと思ってねん、うん、出会えるし、何よりもご自身で作っていくのが一番いいかなと思うんですね、うん、そうですね、自分一人っていうよりも、そのいろんな集団とか団体とかいろんな組織の中で、自分がどうギブできるかと、自分自身がどういう人で、どういう人にお役に立てるかっていうところが、すごく磨かれそうですもんねそうですね。 一番最小単位は家族ですかうん奥さんとか旦那さんまた子供さん子供さんも自分のねコントロール下に置いてちゃダメですよってことですね、うん、いずれちゃんと育っていくので、ねうん、ある意味こう一,一人の人としてちゃんと関係を作っていくみたいなことが大事なんじゃないかなと、はあ、その最小単位の家族との関係がねうまくいけ行ってなければ。 企業とかとしても、まあ、長期的な部分で見えたらね、成功してないとも言えるわけなので、確かに、はい。ですから、このプライベートのハッピネスとビジネスのサクセス両方ともね、本当にこう掴もうと思ったら掴めるんじゃないかなと、そのキーワードがギブかなと、お<ー>私は思って、ね、やってます。いや、素敵なまとめ、ありがとうございます。まとまりました、今。 家族に最後、こう、帰結するところがすごいやっぱ素敵だなと思いました、今。ねえ、うん、私もよう直接ありましたけども。<laughs> <laughs> ねえ、でも本当、家族がを大切にできるからこそ、他の人も大切にできるって思いますね。うん、その大本は自分が自分を大切にできるからですよね。自分の気持ちとちゃんと向き合ってね。うん、はい そこがが大元の源ななんでなるほど深深いいい話をありがとうございますいやいや皆さん読みたくなっちゃったんじゃないですかとかあとは、ね、本を読むとか読まないっていうよりも例えば身近な人に一言「ありがとう」っていう感謝の気持ちをね伝えるっていうだけでも大きなもしかしたら変化が起こっていくかもしれないので。そうですよね はい。面倒くーとはねちょっと恥ずかしいような人、こそうですね。そんなふうにやってみたらちょっと言ってもいいって、ちょっといいって,ってね、うん、今から普段言わないことなんだけど、ちょっと恥ずかしいけど、言っていいありがとねっキュンいつもご飯作ってくれて、本当にありがとねうん。ほっこり。 すごい素敵うちの奥さんいつもね帰ってくるときは玄関でちゃんと迎えてくれるんですよねあらなんて素敵な奥様、うん、ありがたいなと思って本当ですねいやありがとうございました高須さん <laughs> なんかもうあっという間に時間が <laughs> はいはいもちろんですぜひぜひまたあのいろいろとお話聞きたくなっちゃったのでまた聞かせていただきたいなと思います はいもう本当は話さなきゃいけないもう本当の本当の話が今日全くしてませんので <laughs> <laughs> ぜひ気になる方はリーダーが実践する義務の方程式をぜひお買い求めいただいてお読みいただければと思いますこんばんは、はい、本当にありがとうございます。こ <laughs>、ね、こちらこそありがとうございますということで本日のゲストはパラダイムシフトの高須英二さんでした。ありがとうございます、はい ありがとうございますまたお会いできることを楽しみにしておりますはいさ。さよならさよなら <laughs> コンビニ社老子安さやかのウィークリーコンビニラジオ ギノアンヒルズ通り命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノアンの楽しみ方がきっと見つかるギノアンヒルズ通り四天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道ギノアンヒルズ通りに遊びに来てねあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです 《「クリアアップグッズ」》「ムービン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 引っ越しするならムービング・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 県内・県外ムービンお部屋の片付け荷物の預かりムービン沖縄引っ越しセンター」「0120497755」「ムービング・沖縄」で検索 君の心に溶けた手作りのおみそをシフォンケーキで優しく包むく味噌みそやが作る味噌シフォンケーキ八重瀬野あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたい。 そんな願いを叶えます。電話番号は八九二八六八八。安心事前のご相談は葬儀社新家へ。交通量が多い。字幕付きの映像で目に止まる。浦添市ぐすくま五十八号線沿いの大型ビジョンで。あなたのお店。イベントなどなど、PR しませんか。お問い合わせはレイ四五。六七レイ。七六四レイ。ぐすくまタウンビジョンまで。 コンビニシャローシ安さやかの「ウィークリーコンビニラジオ」はい高須さんとの対談いかがだったでしょうか今回は「ギブの成功方程式」の本をもとにお話を伺ってきたんですが本当にねあのたくさんの経験をされている高須さんだからこそたどり着けた 人に何かをこう提供していくっていうことの喜びだったりとかそこからさらに得られる自分自身の幸せとか周りの方への幸せの提供とか、まあ、そういったことをですねたくさん実感できる時間だったなって私はお話をしていて思いました。もっともっっとと時間があれば、 いろいろ引き出してお話ししてみたいなと思ったんですが私のそれは能力がまだまだ不足しているなと思ってしまうほどだったのでまたいつかねリベンジしてご出演いただけたらななんて思っていますし最初の頃にお話をされていた「カールク経営チャンネルは私も少し声でお手伝いをさせていただいています。普段このように喋っていいる声でではないおそらくですけど 喋り方で話しているものが採用されると思いますのでぜひぜひ4月か5月以降のかわるく K チャンネルのスタートをお楽しみになさってください高かさん本当にありがとうございましたウィークリーコンビニラジオ83回もいよいよ終わりの時間が近づいてまいりました本日も1時間どうぞお付き合いいただきありがとうございました今日はほとんどが対談の時間でしたけれども ぜぜひぜひまた機会があればこういったゲストの方をお招きしてより皆さんに充実した情報をお届けできるように最善を尽くしてまいります。これからもご愛顧いただければ嬉しく思います。パーソナリティはコンビニ社労士の安さやかでした。ではまた次回お会いしましょう。